さあ今日もたっぷり自慢していきますよ。今日自慢させていただくのはまずこのランキング見てください。2位北海道、3位北海道、4位北海道、5位宮崎ね。土地に関する自慢です。北海道とか宮崎、これ自然がたっぷりですね。このランキング見てもらったら、あの何々坂ってあるじゃないですか、あの欅坂とかね、乃木坂とか、これ独占されてるんですよね。北海道、まあもちろん皆さんのイメージもあるでしょう。自然といえば北海道みたいな気持ちになるでしょ。見てください、モーニング娘。がゴマキが1位になってますよっていう感じなんです。実は昔から根強くナンバーワンの自然の場所があるんです。それが今日自慢する場所でございます。まあまずヒントからいきますわ。167、聞いたことないでしょうね、167って。これをシンプルに言います、あの通学とか通勤とかに使うあのバスありますよね。そのバスの停留所の数167。え、すごない？これ聞くだけで、これすごない？素敵じゃない？こんな村ある？ないよね。なんと乗って、まあ一番最初から一番最後まで乗ったら6時間半乗らせてくれるんです。ある？そんな路線バスでナンバーワンでしょ、素敵でしょね。もう分かりましたか、奈良月は。次行きます。これでもう分かると思います。吊り橋、その場所、その村には吊り橋があるんです。しかも日本一の長さの吊り橋。残念ながら近年ね、ちょっと違う県に持ってかれたこともあるんですが、生活道路として、生活の必需品として、みんな自転車や原付バイクで通るんです、地元の方。その長さ日本一なんです、関村。これほんとは僕ら心得なんで、ちょっと歴史のことも喋っていきますわ。見てください、天武天皇。天武天皇って聞いてピンとかられる方はもう相当奈良好きですけど、この天武天皇、飛鳥時代の方です、簡単に言うとね。日本国の始まりを作った時代の方でございますけども、この方はこの素敵村が大好きで、ここら辺をまあ根城にしてたりもしたことあるんですよね。でこの天武天皇にみんな後押しする人材がこの素敵村にいっぱいいたんで、これ定かではないんですけど、昭和の初めまで、まだ最近ですよね、昭和の初めまで税金を払わなくてよかったんです。そんな村ある？聞いたことある？ないよね。すごいのよこれ。もう取っていきますよ。これ3000年って書いてますけど、まあ、奈良って史跡名所がめっちゃあるじゃないですか。この神社の樹齢3000年の神様が宿る木があります。今2020年3000年、引き算合わへんよっつって、どうすんねっていう昔、そう言うたら日本国っていうのが形ができる前から神様として崇められてる土地なんやで、素敵やんね。そうなっていくんです。もう分かりやすく言いますわ、このランキングはこの素敵村の大きさなんです。じゃあどれぐらい大きいの？琵琶湖と同じぐらい大きいんだよ。北海道の村の方が大きいように思うでしょ。ワテラの方が大きいんです、琵琶湖と同じです。あ、琵琶湖って知ってます？日本で一番大きい湖なんです。これの琵琶湖と同じ面積、すいません本当。そしてとうとう2020年には日本人だけじゃなく、なんとあのおしゃれな国フランス人までこの場所を興味持って、今空中村という村を作りました。その村の名前は十津川村でございます。いやー、ぜひ行ってほしいですね。あの余談ですが、この空中村3歳から100歳まで楽しめるようです。
ではまた明日お会いしましょう。さよなら。